もう本当に仕事だよ。昼間からお酒飲んだりとか、お酒飲んだりとかしても、そこで共演したのが今の神さんです。あ、このことは楽しいなご飯っていうんで、やっぱり一番決めてかね。ヒットして忙しいんですが、ルギーという歌って踊ってこれで一挙に人気が出たんだけど、わずか1年でどん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 人気に陰りが出てくるわけです。もう精神的にはどん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 落ちていく。もうそれってどうにもできない。一生懸命仕事やったって関係ない。どん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 落ちていく。もうそれで眠れない日々とか続くわけですよ。どうしていいか分からない。まだレッツゴーヤングっていうのを本番前に前説をやるんですよ。でそこでバーッと出てって、こんばんは高安家です、一人ずつ挨拶するときにキャーッて一人ずつ声出したらもうわーッてすごい。それがどん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 少しずつ自分の声援が減っていくのを感じるのよ。そんな時にドラマに出るようになって、倍賞千恵子さんと兄弟の役で会って、今日姉さん家に行ってもいいと言われよ、何時頃分だって、いや仕事終わって夕方かちょっと8時頃から今じゃあワンタ別においで、はい、料理作っとかって、そういうのもとても優しい人で、そこ行って、まあ、もうどうしていいか分かんないっていうふうに相談するわけです。そういう人気っていうのは、あなたがもし一生この仕事をやっていくんだったらちっちゃなことなんじゃないの、他の人とは違う自信持ってていいんじゃないって言ってくれた一言で、もう気が楽になって、とっとっとっと気が楽になった。もうその一言でボンって楽になって、それでまあだんだん歌手としての人気は落ちてても気持ちはちゃんと保てた。でこっからはもう、でもドラマもホームドラマとかずっと続いて、森光子さん、草笛光子さん、池内淳子さんの息子役とかでホームドラマで、その頃のそうそうたる女優さんたちと共演してたんだけど、でこの当時だん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 ドラマが減ってきて、役者さんがバラエティの方に流れてきたりする時期だった。だからあえて僕はそっちへ飛び込んで本物になりたいと思って、本物になりたいと思って、他のレギュラー番組もクイズ番組も全部レギュラーにやめて、タレントだった。歌手ながらね、ヒット曲出してずっと歌手でいられたけど、はい、そうでもない。だからタレントっていう扱いがとっても自分の中で嫌だった。その世界に行こう。持って全てを自分で話し合って、もうやめさせてほしい。でも28歳になると、さすがにもう息子役ももうそんなになくなってきて、そういう状況もわからずに行っちゃった。こっからだったんよ。激変、激減。もう本当に仕事ない。そりゃ仕事なかったら落ちるじゃん。どん底よ、どん底よ。こんなはずじゃなかったって。でだからこの頃一時3ヶ月ぐらいはもう本当に引きこもりのような状態で、人とも会わない、もう部屋で昼間からお酒飲んだりとかしてもしてるわけですよ。とにかく家にお札がない。そんな、あの台所で開けると、それまでなんか小銭を入れてたもんな、ビニール袋があったの、はい、それを ATB とさ中に詰まっちゃってで、緊張としてどうしました、詰まっちゃった、
トマソンですか。めちゃくちゃ恥ずかしい。恥ずかしい。それで、それをね、何千か。20人ぐらいの仲間の、まあ、友達があったんですけど、毎月誕生会がある。誰か、20人もいれば毎月誰かいるじゃん、誕生日に。はい。その誕生会があるんだけど、そのプレゼント、別に、まあ、3000円のものでもいいのよ。もうそんなお金もないから、今度誰だよ、今月は誕生日だから、いつやるんだけど、あ、ごめん、そこ忙しくていけないや、って断ってた。ただ、プレゼントが買えないっていうだけ。はい。そんな時期があった。そんで、知り合いからご飯食べようとか言われて誘われていくと、必ずみんな、最近どうしてんのって聞くじゃない、はい、元気と同じように聞くじゃない、はい、全く仕事がないわけですよ。そうすると、ああまあ、なんやかんややってますよって言うしか言えない、うん、そのなんやかんややってますって言ってる自分がどんどん嫌になってくるわけ。そうするともう人に会うのも嫌だ、もうめんどくさくなっちゃう。そしたらたまたままたその食事しないって言われて電話かかってきて、行ってみようかと思って会いに行くわけ。そしたら案内所、どうしてんの最近って言われて、今全く暇なんか仕事ないって言えるようになっちゃった。うん、もうそうしたら楽になっちゃった。はい、いやなんやかんやって逃げないで、もう本当暇って言ったら楽になったし、言えたのよ。そうしたらなんか気持ちがもう全く変わって、どーんともう大丈夫僕はって自信がついた時に、エンシング御前、大地真央さんが主演の東方のミュージカル、最後に、真央さんと結ばれる役の話が来た。酒井さんというプロデューサーがいろんな役をくれて、どーんと認められて、ミュージカルでも評価、それから約20年間ぐらい舞台が続くわけですよ。でその時に大地真央さんに、はい、高橋さんに役に行こうと思って、高橋さんって言った、反対したらしい。大阪の女っていうドラマがあったんですよ。そこで共演したのが今のカメさんです。ほぼほぼ同じシーンに出てなくて、で最後の方にワンシーンだけなんか同じ場面で出てるところがあって、大阪の NHK で撮ってた。で終わったら東京に帰る。そしたらたまたま彼女もそのシーンが終わったら終わりで東京に帰る。NHK の その人が、まあ、すいません、あの篠崎の駅まで2人一緒でもいいですかって宅建をタクシー代タクシーのチケットをくれた。 NHK の経費削減で生まれた。これもう年齢も年齢だからずっと相手を探してた、ね、もう完全に結婚を考えた、付き合いをしなきゃと思ってたから、そういう目でなんか見てたのか、うん、すぐに僕食事に連れて、その時かみさんは僕の知ってる店行ったら、うわ美味しいっつって全部食べて、でお店のそのご主人と奥さんにどうやって作るんですかとか、すごい盛り上がった話を、だからあこのことは楽しいなとか言うんで、これ一番決めてかね、ニヤニヤしながら聞いてんだよ。それはやっぱ楽しかったから、それが良かったから、楽しかったです。で僕が行ってるお店に行ってご飯食べて、金曜だったのかな、レイトナイトショーだっけ、なんか深夜までずっと映画をやってる頃があったんだよ、金曜日の夜。へー、それでご飯食べた後、あ今日やってるから映画も行くとかってご飯食べて映画に行って、
初めて見たのがラストモヒカン、ラストモヒカン。バッシャバシャ人切って殺しちゃう。二人して、お見舞って、なんかすごい映画だったねとか、ちょっともうちょっと飲んで帰ろうかって、結局夜中の2時3時まで飲んだのがきっかけ。それから会うようになって、まあ、結婚するわけですよ。とにかく一生懸命舞台をやって、とにかく芝居の腕を磨いて、テレビドラマに絶対戻る、もう一回テレビに絶対戻ってやると思って一生懸命やってた。なのにバスに乗って戻ってきた。すごい上がりましたね。もうこれはやっぱすごかったね。で本当にテレビから遠ざかってたのに、ここで自分の思ってるイメージとは違ったけど、そうやってテレビの世界に戻ってこられたんです。これがここまでだな。バッサリバス旅を始めようって言ったときに、さあ誰にするかっていうときに、田川さんなら過酷でも楽しくやってくれるんじゃないっていうことで僕の名前が出たらしい。で、あとじゃあ相手誰にするってことで恵比寿さんの名前が出て始まったんですよ。恵比寿さんのことを僕は大体そんなに知らないから、恵比寿さんも僕のことはあまり知らない。僕のがちょうどアイドルで歌ってた頃、あの人は三畳一間のアパートでテレビもない生活をまだしてた頃だから、僕のそういう時期を知らない。ほんで会ってみたら、まあひどいです。なんだよこの人っていう。なんでそれエビスさんだったんですか。それはわかんない。なんでだろうね。なんでかエビスさんなんだ。なんでだろうな。9ヶ月ぐらいはもう舞台、そうすると一切テレビのレギュラーできない。その時に来てた仕事がテレ東の旅番組。だからもう本当に僕の辛い時にテレ東は僕のことを助けてくれた。ずっとこういう時期でも僕を使ってくれた。だからいつか恩返ししようってずっと思ってた。だからもうバス旅がヒットした時は、ああやっと返せたっていう僕の中ではすごい思いが。それでも今にしましょう。2024年さあここからはどうでしょうか。YouTube イエーイ10万50万突破100万ありえないね、それは。まあここまでは行きたいね。10万、ね、ここに行きたいと思います。でもなんかいろいろとやってると何かまたチャンスって来るんですよ。だからもう65歳っていう年はまだ諦める年じゃないですね。また何かが、それがこの YouTube かもしれないし、ある意味いい緊張を持って生きられるからいい人生だとは思いますよ。はい、ここまでで何かご質問があれば。引退はじゃあもうその高さんの人生で。おい、あ、ごめんなさい、その話聞いただろうよ。あれ、まあという、簡単に僕の反省を、語らせていただきましたが、もし、ね、あの頃のこういうのってどうだったんですかとか、なんか僕に対して質問があれば、言える範囲であれば、お答えしますから、ぜひそういうのも、質問もお寄せください。では登録お待ちしております。目指せ10万人。